あら、お疲れ溜まっちゃってる？あ、ねえ、今日のお夕食の材料とか、もうお家の冷蔵庫の中？あら、それならちょうどよかった。どう？今晩は、あたしとお夕飯しない？あたしじゃ不満？じゃあ早速行きましょう。そんな華奢な腕じゃこのお仕事大変よね。今日はいっぱいスタミナつけて帰ってちょうだいな。私がおごっちゃうから。でも私は少しダイエットした方がいいかしら。この頃、ちょっぴり体重増えちゃってるのよ。落とそうと思っても、なかなか落ちなくて。ねえ、どうしてこのバイト選んだの？そう、一人暮らしですもんね。大変よね。私は夢のためよ。私あるプロダクションに就職が決まってるの。そこでタレントのマネージャーなんかをする予定なんだけどね。ありがとう。私は私の手でビッグアーティストを世に送り出すのが夢なの。そう、しかもバンドがいいわ。青春の香りがするもの。マネージャーになってすんごいスターバンドを作りたいので、そのために引っ越し資金を貯めてるの。忙しくなるから事務所の近くがいいでしょ。
どちら様ですか？よかった。新聞の勧誘がもうしつこくってしつこくって、断っても断っても粘る粘る。そうなんだ、どうしてかな。何それ、私そんなに軽い女に見える？そりゃいくら柴田さんが意外とイケメンだからって、私にだって勧誘員のお兄さん。うん、最初に来た時にちょっと。そんなことないよ、だって最初は近所のものですって私を安心させてからドアを開けるように気を使ってくれて。え、なんで？柴田さんの優しさだよ。嘘、あの爽やか笑顔に危うく騙されるとこだった。そうする。でもね、上京したばっかりだって言ったら洗剤くれて、洗剤よりもビールとかの方が嬉しいって言ったらビール券くれたの。だからそんなに悪い人じゃないよ。その時500円しか持ってなくて、いわね、あんたって何頼んでもろくにできないんだから。仕事舐めてるんじゃないわよ。Thank you.
ちょっとあなた、何かやろうとしてるのかしら。今あなたが投げ出そうとしている仕事、急ぎの仕事なんだからね。終わるまで帰らせないわよ。と帰りなさい。あら、どうしたの？今日はシフト入ってないでしょ。はあ？何突然言ってるの？まったく、近頃の子は根性がないわね。いいわ、もう来なくて。社長には私から言っておくから。さようなら。Thank you.
時間空いたし、声聞きたくなってかけてみた。何してる？そりゃいいや。ま、元気なら言うことねえわ。じゃ。悪いな、突然。今、少しいいか？うん、人を話っつうか、意見みてえなのを聞きたくてよ。ま、そうなのかもしれねえな。相談持ちかけといて悪いけど、やっぱそういうの無理だわ、俺。山。山。おい、ハチ、すぐ返事しろよ。って、お前か。いや、ハチのやつが鍵なくしたらしくてさ、それで合鍵作るまで不用心だからって。ったく、こんな単純な合言葉じゃ役に立つわけねえって言ったのによ。で、どうした？じゃあ上がってよ。今 C 考えてんだ。ああ、ノブが新曲書いたんだけど、いい感じでさ。
そんないいよ。せっかく来たんだし、ゆっくりしていきなよ。あ、私もちょっと誰かと話したい気分だったから。それはできてからのお楽しみ。曲できたらさ、真っ先に聴かせるよ。ああ、テーブル前の特等席で。期待して待っててよ。忘れられない夜にしてあげる。面接の子？オーナーがちょっと忙しくてね。僕が代わりに面接させてもらうよ。そんなに緊張しないで。一人暮らしなんだね。そう、早くなれるといいよね。それで、アシスタントの経験はあるの？それじゃあ、頑張ってくださいね。採用ってことだよ。安心したかな？それじゃあシフトだけど、今決めてもいいかな？
楽しくやっていこうね。Thank you.